久保さん、まあ、立たなきゃあの打てないですね。まあ、ほとんどの人、ほとんどやってないんで。なんだろうな、これ当たり前なんですけど、まあやっぱそこがね、やっぱね、なんでできないのかっていうと、いろいろあるんだけども、なんか、まあこの、あれに集約されるんじゃないですか、久保さん。億万長者合宿の質問ですよね。参加、希望された人の質問。 億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかもし億万長者になれるんだったらいくらでも払いますっていうような質問が来ましたけど多分ここに集約されてますよねやったら稼げるんですかや,やって稼げるんだったらやりますよっていう人がほぼ9割9分じゃないですか社長になったら本当にみんなん成功できるんですか社長になったら本当に億万長者になれるんですか会社を成功させることができるんですかだったら会社の社長やります ってていうのが保証されてるんだったらみんんなやるんでしょうねだってみんな社畜として働きたくないと思うんですよ。みんな社長になるじゃないですか。でも社長になる人ってこれね本当に司法書士さんとかねお金払えば30万ぐらい払えばもうね秒ではないですけども簡単に会社作れますからね。全部丸投げして、まあ、僕も全部丸投げしましたけどもうやることっったら会社名決めるぐらいですよ。会社名決めて株式にするのか合同会社にするのかぐらいですよ。会社名と。 ほんとそれだけ。で、それぐらいできるじゃないですか。会社名決めます。合同会社にするのか、株式にするのかっていう、それぐらい決めて、あと全部丸投げですね。まあ、あとは会社で何やるのかっていう定款の、その、定款のことも分かんないんだ,だったら、まあ、あの司法書士さんに相談すればいいと思いますし。<laughs> でも、誰でも会社作れるんですよ。だから誰でも社長になれるんだけども、みんな社長にならない。 多分、いや、吉永さん、30万なんていうお金、一生かかっても、あの、貯められませんっていう人は、多分いないと思うんですね。一生かかって30万貯められないですか貯められるでしょ。いや、その30万なくてもね、自分で勉強してね、まあ、定款とかなんかあの、なんかいろんなとこ行けば、自分でも会社作れるわけですから、僕はめんどくさかったんで、全部司法書士さんに丸投げして、まあ、合同会社の場合は10万円ぐらいでしたね、丸投げして、合同会社の場合は。 死亡者さんに全部丸投げしてん、うん、じゃあ10万円で、ね、作れないのかって話で作れるでしょう <laughs> だからみんな社長になれるんですけどねでも割合的に言うと社長になる人って1割じゃないですか会社今の会社を務めて会社今の会社に勤めてるんだったらその会社の社長1人ですよね社長は1人なんだから、まあ、取締役役員はいますけど社長は1人ですから一応代表まあでもそれは会社の正式によってはちょっと違うかなもう合同会社だとなんか なんか代表社員みたいになるんで、まあ、ちょっと形式違いますけどまあまあ、まあ、分かりやすく言うと社長一人ですよねうんだから結局なんだろうなそ,そういう縮図なんですよね世の中のそもそも論としてうんだからまあほとんど9割9分の人がやったら稼げるんですかっていうところで生きてるので じゃあやったら稼げるアルバイトやったらもらえる会社に勤めればいいんじゃないかなと思いますねだからその考え方で、まあ、そもそもその社長をやらないでしょうっていうだからそのなんかね勘違いしてるんですよねうん勘違いですよ <laughs> だからその,社長にななんかその社長になろうとは思ってないですよねなんかそのまあ一瞬まあ本質的なところは僕はいいその考え方というかその土台のそのなんかあんま変わんないんじゃないかなと僕は思いますね うんはい、いいってらっしゃい。